今年の夏は暑くてね、大変ですけどね、やっぱこの暑い中で一生懸命やるっていうのもね、やっぱこう、いろいろ剣道でもそうだし、まあ、人生でもね、いろんな糧になると思いますのでね、負けない、まあ、ちょっと今日待てましたけど、バテない体を作っていく、心も体も作っていくというところを、頑張ってほしいなと。で、まあ、7人ね。